プラハのニュータウンエリアにある共和国広場の近くにあるターミナル鉄道駅である。この駅はプラハ市内で最初に蒸気機関車を運行した鉄道駅であり、プラハで2番目に古い鉄道駅である。駅はアントン・ジャングリングによって設計され、1845年に運用を開始した。1945年のプラハのドイツ占領に対する反乱の間、 駅は5月8日に武装親衛隊に占領され、53人の降伏した抵抗戦闘員と非戦闘員が虐殺された。現在、プラハ本駅の能力が不足しているため、この駅は国内路線と近郊路線の駅として使われている。2010年には48,838本の列車が運行され960万人が利用した。現在、駅は改築中で、 バーツラフ・ハベルプラハ国際空港と連絡する鉄道のターミナルになる予定である。1845年の開業以来のマサリク駅の名前は次の通りである。現在の駅名はチェコスロバキアの創設者トマーシュガァリーグマサリクにちなんで名付けられている。ありがとうございます。